アロマに住む少年 A はもうすぐ12歳の誕生日を迎える。12歳になれば命名の儀を受け、ちゃんとした名前とそれぞれにふさわしい職業が与えられる。少年 A はその日を心待ちにしていた。少年 A、どうしてそんなところで寝ているの？おはよう、少年 A！ 俺たちの戦車完成したみたいだな。明日はこれに乗ってカンガリアンに出発するのか。え？カンガリアンって、ロマンシア大陸の真ん中の都市？ここアロマからは結構遠いんよ。その戦車大丈夫なの？もちろん準備は万全さ。俺たち二人でもう一年も前から練ってきた計画だもんな。世界一の都市カンガリアンで命名の儀をするのはロマンシア中の少年の憧れなんだ。なんでそんなこと知ってるのさ。それに命名の儀はこのアロマでもできるじゃないか。冗談じゃない。アロマでやったら長老の古いセンスで名前と職業を決められちまう。少年、お前だってそんなの絶対嫌だろ。俺たち二人が命名の儀を受けるに最もふさわしい町、それがカンガリアンなんだ。そんなもんかな。ちなみに戦車で行くにしたってお金はかかるよね。大丈夫、お金ならカーニバル恒例の機械工作展で優勝すれば。そうだ、カーニバルだ。さっさと行かないとアロマンジュ食べ放題に間に合わないぞ。今日は大人になる前の最後のカーニバルだ。死ぬまで食うぞ。行こう少年、ランプ。まいったなあ、パーツが足りないよ。少年、どうすんだよ。まあまあ、抑えて抑えて。どうせみんな街の中に落ちてるよ。作品展まで時間はたっぷりあるし、カーニバルを楽しみながら探そうよ。そっか。そうだな。じゃあとりあえず、アロマンジュ食べ放題だ。第1話、少年 A から始めよう。
よく食べるな。あのまんじゅう食べ放題は俺の人生の幸せの半分だからな。残り半分は今夜のメインイベント、焼肉食べ放題さ。やっぱり。おお、悪ガキ3人どもよく来たな。そういや少年 A に少年 B、 お前ら明日からカンガリアンへ行くそうじゃないか。羨ましいな。なんか土産を買ってきてくれるか。そうか、まあ金もないだろうしな。そうか、よし、今日はタダで食ってていいぞ。まあ3人合わせてもタラゴンさんの半分も食べられないだろうけどな。こんにちは。戦車の主砲飛んでこなかった？来たよ。マジマジ、それ俺たちのなんだ。どこにある？今日はいい天気だな。え、さっき風船割りの最高記録を出して気分が良かったから、そこの芝生に座って日向ぼっこしてたんだ。そしたら空から筒みたいなものが飛んできて。それそれ、それを探してるんだ。まだとぼけるか。まずいよ少年 B、 聖司さん目が笑ってないよ。ちなみにこれを飛ばしたのは誰なんだ？それは少年 A 君です。そうか、また爆発か。そうです。ま、うだうだ言ってても仕方がない。風船割りで俺の最高記録を更新できたらこの筒は返してやるよ。これがないとずっと楽しみにしてたカンガリアンに行けないだろうからな。
さすがは少年 A だな。約束だ、この筒は返してやるよ。もう爆発させるなよ。少年 A に少年 B、 命名の儀を受けにカンガリアに行くんだってな。羨ましいやつらだな。俺なんか長老に命名の儀をやってもらったおかげで名前がアロマエモン、職業サルマーシだぞ。一生ほんと絶対にカンガリアンでやった方がいいぞ。うん、そうか、いいな、カンガリアンか。俺もいつか一度は行ってみたいな。おお、少年 A に少年 B ではないか。お前たちもうすぐ12歳であったな。実はな、もう名前を考えてあるんじゃぞ。アロムンジローにアロサブロー。どうじゃ、いい名前じゃろうが。あら、気に入らんとな。いや、場合によっちゃな、今風に鈴木アロマンジュとかアロマブライアンとかでもいいぞ。うわー、あら、そうだった。アロマブライアンはね、この間うちで生まれたラクダの名前じゃったな。チョロ、俺と少年 A はカンガリアンで命名の儀を受ける。せっかくだけど、名前は他の誰かにつけてやってくれ。そうか、やはりカンガリアンへ行くのか。それはよく、まあカンガリアンな、残念じゃな。疲れるな。こんにちは。あなたたちのこと待ってたのよ。この単行部の意味わかる？なんとなく。そう、それじゃあ話は早いわ。私の PK 練習の相手してくれる？まさか嫌とは言わないわよね。わかってるとは思うけど、
私に勝つまでは私の頭を直撃したこの何？とにかくこの水道の線みたいなパーツは返さないからね。水道の線？タイヤだな。じゃあ始めるわよ。ボール5個中3発以上ゴールしたらあなたたちの勝ちよ。負けちゃったわね。じゃあこれ返すわ。工作店に出すんでしょ。頑張ってね。完成したようだね。もう爆発しないだろうな。なんか怪しいな。ま、いっか。ねえ、なんか足りない気がしない？いや、俺が朝見た時はこんな感じだった気がするけど。バンパーだ。バンパーがないんだ。少年、バンパーはこの家にあるよな。取ってきてくれ。これで本当に完成だ。結構時間かかっちまったな。早く行かないと焼肉食べ放題に間に合わないぞ。始まってる始まってる。毎年恒例の俺様に勝ったら焼肉食べ放題だ。でも肉屋のバジルさんはかなり強いからね。毎年ほとんどの人が戦わずにお金払って食べてるよね。いや、俺は戦う。そして今年も秒殺されると。いや、今年は勝つ。ま、行っておいでよ。僕はお金を払って先に食べてるよ。
よし、行くぞ少年 A。 来たな、悪ガキどもが。おめえらもついに12歳だな。だが俺様はシナモンのように甘くはねえぞ。それでもお祝いの特別サービスだ。どちらか一人が俺様に勝ったら二人とも食べ放題にしてやろう。やったぜ。じゃあ俺からだ。少年 B、 相変わらず弱いな。俺様に勝とうなんざ100万年早いわ。ちくしょう、クソバジル、おたなげねえぞ。よし、次は少年 A か。お前は少年 B のように簡単にはいかんからな。強くなったな、少年 A。 さすがは12歳。いや、まだ11歳か。とにかく強くなった。思う存分焼肉を食ってくれ。少年 B、 おめえも食って強くなれ。ちっ、きっと少年 A の先祖は戦士かなんかで、俺の先祖はきっと学者かなんかなんだよ。ほら、俺ってインテリだし。ブツブツ言ってないでガンガン食え。そして元気にカンガリアンへ行ってこい。アロット・オブ・ペンが暴れ出しよって。アロット、この間な、井戸を掘った時にね、見つかったロボットなんじゃよ。なんでそれが暴れ出すんだよ。作品展で優勝するためにあっと驚く仕掛けをつけたんじゃよ。長老、あれを作品展に出すつもりだったのかよ。汚ねえな。とにかくなんとかしなきゃ。よし、少年、お前なんとかしろ。なんとかって、その戦車だよ。あのアロットなんとかをやっつければ俺たち二人優勝間違いなしだ。Thank you.
何だったんだ今の。少年、わかるか。爽やかな風だったね、少年 A。 よくやってくれた。今年の作品展の優勝は文句なしに少年 A と少年 B じゃ。ただし条件がある。戦車を洗車してくれます。戦車すいません。んー、どうしたのじゃ。何も言わんのか。戦車壊れちまった。俺たち明日からカンガリアンへ行くはずだったのに。そうじゃったな。よし、ちょっと待っておれ。何なんだろう。遅い遅いぞ長老。俺たちは待ちくたびれてるぞ。いや、しまんしまん。これを用意しておったんじゃ。作品展の優勝賞金じゃ。明日カンガリアへ行くお前たちのために少し色をつけておいたぞ。マジかだー。もうなんだこりゃ。色をつけたってのは絵の具で色を塗ったってことかい。あ、手紙。カンパのお知らせじゃ。カーニバルの作品展で少年 A と少年 B がカンガリアンへ乗っていくはずだった戦車が壊れてしまったのじゃ。みんな彼ら二人がリビドーからカンガリアンまでバスに乗る金をカンパしてやってくれい。長老、どういうことだ。これをアルマ中に配っておいた。みんなからカンパしてもらえ。ただし決してみんなも裕福なわけではないからな。大した金が集まらなくても我慢するんじゃ。当たり前だ。
しばらくアロマとはお別れだな。なんだかちょっと、いや、すごくすごく寂しいな。なあ、少年、本当に一緒にカンガリアンへ行くか。もしお前が嫌ならやめてもいいぞ、俺。そうか、一緒に行くか。お前ならそう言うと思ってたよ、俺は。アロマには戻ってくるんだよね。カンガリアンに住み着いたりはしないよね。当たり前だろ。俺たちが戻ってくる場所はここだけだ。こんにちは。火星物語の世界へようこそ。私たち七人と俺たちを取り巻くたくさんの仲間が壮大なドラマを織りなしていく火星物語、どうか末永くよろしくお願いします。よ、夜ピク、夜にピクピク、何がピクピク、こら、おいたしちゃダメ。ピク。最初なんだから、しっかりしろ。というわけで、次回第2話、カンガリアンへ。風よ、命よ。ピクピク。